おはようございます。2024年の8月の5日、天気は先ほどまで雨が上がって、朝は涼しいかなと思ったら蒸し暑いだけ、非常にねムシムシして、ちょっとね不快な、多分湿度がすごい高いんでしょうね。そんな天気です。江南駅前にはね、実はあまちょっと、トラックで消えちゃいましたね。ここにタクシーがね実はいますが、今日はねタクシーの日だそうです。皆さんタクシーの方はご利用いかがですか。私もね、江南市内でも例えば荷物がたくさんある時とかはタクシーをお願いする時があります。特に視察先ですとか、地方へ行きますとやはりタクシーの方が便利なことが多くて、実はタクシーってただの移動手段では使ってません。私の場合はタクシーに乗るときには情報収集手段としても使ってます。先ほど言った地方なんかの視察の時などに、現地のいろいろ美味しいお店ですとか、それから例えばその現地の状況、地域情勢ですね、そういったものを聞くのにタクシーの運転手さんってのは本当に地元のことをよくご存知ですので、そんなのをね聞いたりするのにタクシーを利用しています。江南市内ではこのタクシーを利用したイコマイカーという非常に安価に、予約制ではありますが安価に家から一歩も外へ出る、そういったねタクシーがあります。特にこの蒸し暑い中、熱中症対策でお年寄りの皆さん、どうぞこのイコマイカーを使って家から出て、近所のショッピングセンター、図書館、とことコラボとかね、からいろいろ涼しいところがいっぱいあります。 KTX アリーナもね冷房を入れておりますので、冷房が入っているところで1日過ごすというのもね一つの手だと思います。僕おすすめはとことコラボですけどね、横にスーパーもありますし、もちろんこれは例えば西アピであるとかドンキであるとか、そういったところでも OK です。そんなところで本当にね1日過ごすというのも手だと思いますので、移動手段に使ってください。さて、話題の方が変わりまして、昨日ももちろんその前も先週が一番ピークだったんですが、ちょうどね盆踊りのこの地域の盆踊りが、今週末あたりまでに多くが終わります。その後郡上の徹夜踊りが入って、今度はね扶桑町ですが、そういったところの盆踊りに入りますがね、賑やかに、まだ踊っておりますので、また予定の方はこちらの方にもアップしてまいりますので、ご覧いただければというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。話題またまた変わってまいりましょう。皆さんこれちょうどね朝今日5時、ここに着いたのは5時28分ぐらいに着いたんですね。で着いたんですが、ちょうどねこの辺りの下の辺りにねいた方が見えて、その時にねちょうどその方が朝この江南駅の、西口の方まで参りましたところ、ね、あそこの何々のビルなっていうふうに言われたんです。何々のビルな、色です、色、この色、皆さん名古屋弁でこれを何々のビル、色の使い方ですね、名古屋弁の色の使い方、どのように言われますか。答え言っちゃいましょう。その方がね、要はあそこの要キーニアビルのキーニア、キーニアとか僕らは金内って言いますね、金内ビルとかねキーニアとかね、言いますが、なかなか地方の方はねきっと何を言っとんだろうこれっていうふうに思われるかもしれませんが、久々に生きた名古屋弁を聞いたなと思いました。さらに話題の方を変えてまいります。8月7日から開幕します甲子園の、順番がね取り組み表がね、決まりました。取り組み表って言ったらあれか、相撲になっちゃうか、ずっとね、対戦表ですね、あれがね決まったようです。皆さんはどちらの甲子園のチーム、これを応援されますか。私も実は自分の母校が2度ほど甲子園に出ておりまして、その2度ほど甲子園応援に行っております。とにかく暑いというのは気温とかが暑いというのももちろんありますよ、ありますけど、その1試合で運命が決まりますので、試合と応援席、そしてその雰囲気が全て暑いですね。大変私は大好きです、雰囲気。皆様どちらのチーム、どちらの高校を応援され、そして甲子園行かれますか。ぜひともね
甲子園私も行ってみたいなと、久々に行ってみたいなとは思っております。なかなかね行く機会がないので行けませんけどね。はい、今週も始まりました。ちょっとねスタートとしては蒸し暑い、非常に不快指数の高そうな一日ではありますが、皆さんお気をつけて熱中症などの対策しっかりとってお出かけください。では皆さん行ってらっしゃいませ。ごきげんよう。